走らせようということで、茶田商科大学が開発している車なんです、はい、このほど走行テストが行われましたのでこちらの様子をご覧ください。光ってますね。ガラスの下の方でね、天井に光ってるのこれは走っている自動車のスピードを表示する装置なんですよ。光の色によって周囲からもその車の速度が分かるようになっているんです。ドライバーに周りの目を意識してもらって安全運転を心がけてもらおうというのが狙いなんです。で、開発に取り組んでいるのは千葉商科大学の小栗幸夫教授らの研究グループです。今ここに、速度表示装置がついていますが、10キロで走りますよというドライバーの宣言です。スピード表示の色は何種類があるんですか？はい、スピードによって4種類に分かれます。4種類ありますよね。例えばですね、狭い路地などで時速10キロで走りますと、ご覧のように赤と黄緑、青と3色のランプが同時につくんです。ほうほうほう。でまたこのように黄緑1色になりますと60キロのスピードが出ているという合図なんです。でまたそれぞれの速度を今度はオーバーしますと光がチカチカとこうして点滅し始めてスピードが上がっていることが一目でわかるんです。どうしても急ぎたい、力を使いたいって気持ちが優先するとやはりあの事故が起こっちゃうわけですね。ですからこういう速度表示の仕組みを組み込んだ車を作ることで、その優しい乗り物にしていく、優しい運転者になっていく、そういう仕組みを作っていくことが必要なんだと。小栗教授らの研究グループはカーナビゲーションシステムを応用して自動的に速度を設定する技術なども合わせて開発したいとしています。こんなこと言ってなかったもんだよな。